吉野元順屋敷屋と、現在は、コスモ一ヶ谷というマンションが建っている、吉野元順大大館異業を制御とする。名前は世襲している。明治以降は、東京府市族、田安屋岡会医師、東京府医師会第三大区幹事。文化年間に父元順が、一ヶ谷五千手同心組屋敷、及び一ヶ谷高羅屋敷をしっかりし、異塾、改春堂を改塾する。 一ヶ谷牛込め切り絵図に、医師として、同書に記載される。居住屋敷は、内藤新宿にあった。明治維新後、今日、一ヶ谷甲羅町一番地に移し、幹事を務めていた。ただ、この塾がいつ廃塾したかは定かではない。元順の死亡日は確認できないが、亡き後に家督を相続した息子の元らが塾を継いでいないことから、明治十年代には廃塾したものと思われる。 吉野家は、明治末期に、元らが死亡したため、この頃に、医療は廃業したようだ。息子の達彦は、大正年間まで市ヶ谷甲羅町に住んでおり、現在子孫は、関西にいる。母大寺は、牛込天神町奉針院、母妃は、道町最小寺母所にある。東京不幸文書等、牛込1010、市ヶ谷甲羅町。江戸町巡り。 2020年3月1日閲覧。RMK の詳細ページ新宿の賃貸情報は、キラキラ不動産。www.kirakiraestate.co.jp。2020年3月1日閲覧。ドリーミングキャッスル新選組、近藤勇ゆかりの地に、home.cilas.net。2020年3月1日閲覧。 ありがとうございます。